美味しい状態を早く食べた方が、みんなに食べようって言ってるとさ、やばいことになるよ。時間がなかったね、忙しいから。地球温暖化だし、俺は食べたかったの。お腹減ってたのよ。みんなハッピーでしょ。わかる。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。ポポポン探してね。みなさん、ごきげんよう。何何今日は、はい、今日は姫ちゃんとおーくん、どっちが言い訳がうまいかをやっていこうと思います。え、何やるんだろうと思った。うん、姫ちゃんとおーくん、パパもこれ知らないと思うわ。姫ちゃんとおーくんのこと、こういう時姫ちゃんおーくんどういう言い訳をするかっていうのをやっていこうと思います。そして言い訳がうまい方、おこづかアップ、おこづかアップ。え、マジで、はい、あさってな、はい、パパが待ってこれはダメ。これはおならの臭さアップ。多くもこれ何おならの臭さ、おならした今。はい、どういうことかというと、はい、こちらのね、キノコの山チョコ脱いじゃったを食べてしまいましたと勝手にね、その時の言い訳をしてもらおうと思います。じゃあパパちょっともうお腹痛いから食べるよ。もうちゃん、うん、うまいね。はい、じゃあ姫ちゃんからいきますよ。ちょっと姫ちゃん、このキノコの山さ、なんで食べるの。みんなで食べようって言ってたのに、なんで食べちゃったの。なんかこれ約60本って書いてあるからさ、3人いたらさ、うん、1人さ20本ずつ食べたらいいかなと思って、私20本食べた。ちょっとみんな均等に食べれるじゃん。いやけど一緒に食べようと思ったのよ。先食べないでよ。一緒に食べる必要なくない。なんで。一緒に食べた方が美味しいじゃん。一緒に食べたら美味しいのは美味しいけど、うん、私的にはみんなで食べるのも好きだけど、どっちかというと一人で食べる方が好きなの。一人だからゆっくり食べてる方が好き。なんでそんなこと言うの。みんなでご飯食べる時間大好きだよ私。うん、一人で食べるのも好きなの。好き、どっちも好き。これさ60本入りじゃん。うん、これみんなで食べようとしたんでしょ。うん、だから3人で割ったら1人20本ずつじゃん。うんうん、だからそれみんなで食べようとしてたなら別に私食べてもよくない？いやそうだけどさ、開封するとやっぱ最終的にはあの湿気でさ、いい湿気で食感変わってしまうかもしれないじゃん。え、ちゃんと私これ蓋閉めてたよ。だけど今日食べながらいいかもしれないじゃん。明日明後日になったらすごい湿気でさ食べられないってなるかもよ。パパさいつもさ、うん、あのごちそうは夜に食べなさいってさ言ってるじゃん、うんうん、おばあちゃんが言ってた言葉。そうだから持ち越すなって言ってた。食べ物はそうそうそう早めに食べなさいってことでしょ、うん、それ、うん、だからこれさ結局さ、ちょっとこれ開けなければ開封しなければそうならなかったのよ。日持ちするから、これこれの存在自体忘れてるかもよ。賞味期限切れたらどうするのこれ。先に食べちゃってた方がいいじゃん。じゃあそれじゃん、あ先に美味しい状態を早く食べた方がみんなハッピーでしょ。はい、だってこれさ結局さ賞味期限過ぎて食べるこあの捨てちゃうことになったら、うん、地球温暖化だし、うん、あの食品ロスになるしみんなアンハッピー。なんで地球温暖化になるの。食品ロスは結局地球温暖化につながることじゃないの。あーそうか、燃やしてあのガスがでしょ発生するんでしょ。いやあの山に返せばキノコ生えてくるかなと思って。いや無理でしょ無理か、そりゃ無理か。だから姫ちゃん食べたと。うん、別に後からみんな食べようと思ってたら先に食べても変わんなくないってこと。オッケー、わかりました。わかりました。なかなか言い訳上手ですね。論破王ですか、あなた。ちょっと今度ね、論破大会しない？3人でなんかもうぐちゃぐちゃにしそう。嫌な予感しかしないからあんまりやりたくない。でも楽しそうではあるかもしれない、ね、この後やるか。今は言い訳、言い訳がどっちがうまいかってやってるけど、うん、論破みんなで論破、うん、論破何かテーマを決めて。じゃあ姫ちゃんありがとうございます。かなり高得点だったと思います。パパがね今うううってなっちゃったからさ、グーの音が出た。そうグーって。じゃあ続いてはえオーくん、もっと分かんない。オーくん、じゃあ真ん中に座っといてください。オーくん、いますよ。オーくん、オーくん、オーくん、オーくんです。あ、ゲームやってるくね。おーくん、おーくん、あ、ちょっと待って、このチョコ抜いちゃったのさ、キノコの山、これなんで勝手に食べたのこれ。何これ、これ見て見て、わかんない。え何、あ、これ。うん、
これじゃないよ。え、オープンじゃないの？誰が食べたの？もうちょっと待って、集中してるからちょっと。おいね。オープンが食べた？え、集中してるからちょっと待って。あと20分。え、20分待つの？じゃあもうずっと待つわ。はい、20分経過しました。あ、オッケー、終わった。はい。何？オープン、そのチョコ抜いちゃったさ。うん。キノコの山、誰が食べたの？わかんない。いや、オープン、なんで勝手に食べるのそれ？これみんなで食べようと思って買っていったのに。え？なんで？だってさ、うん、いっぱい量あるじゃん。いっぱい量あるけど、みんなで食べようと思ったらなんで先に自分だけ食べるの？え、でもさ、無理やりさ、そうやってさ、みんなで食べようって言ってるとさ、やばいことになるよ。え？マジ？どういうふうにやばいことになるの？え？みんなで食べるとやばいことになるの？いや違う、みんな、無理やり強制で、なんか、うん、ウィーってやってることは良くないと思う。うん、そういうの。じゃあなんでこれまず勝手に食べたの？勝手になんで食べたの？え、食べたかったから。食べたかったの？そのチョコ、うん、チョコなし、チョコなしのキノコの山食べたかったの？うん。一つしか買ってないのにさ、みんなで食べようと思って。いいじゃん。なんで勝手に食べたの？60個あるんだよ。うん、よくない？いや、よくないよ。だって買ったばっかりだとさ、美味しいじゃん、うんうん、でも12日ぐらい経つとさ、なんかさ、なんか体も悪いと思うじゃん、湿気とかさ。えっ、開封してなかったらいけるでしょ。じゃあスーパーに置いてあるキノコの山は10日経てば体も悪くなるの？いや、ならないよね。で、これも開封しなければ湿気とかもやられてなかったよね。え、でもさ、こうラップすればいいじゃん。ラップするって、ラップする手間もかかるし、ラップ代もかかるじゃん。ね。え、だったら、うん、だったら、うん、あれ、災害時さ、なんかラップ使うとさ、不快みたいなのあるじゃん。あ、うん、どうなの？あれはしょうがないよ。災害時だから。これもしょうがないじゃん。しょうがないよ。美味しくなくなるじゃん。開けなければよかったじゃん。美味しくなくなる。で、俺は食べなかったの。わかる？え、けど一人が食べたいってわがままじゃん。あ、ちょっと待って、ゲーム。はい、オープン終了。はい、ひめちゃん。え、何？いや、ガチ下手これ。何が？言い訳。オープン言い訳下手だね。でもいいことでもあるんだよ、素直だから。うん。で、オープンはね、性格が曲がっていないということで、私は曲がっているということでわかりました。ひめちゃん上手かったね。パパを言い負かしたもんね。グッド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 。じゃあ、ひめちゃんの勝ち、今回はね。勝ち。はい。じゃあさ、これ私とオークもやってじゃん。うん。パパはやらないの？パパもやってよ、ここ来てよ。見たい？パパの言い訳。めっちゃ見たい。パパどういう風に言い訳するんだろうと思って。私パパ、あ、私とオークもさ、どん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 取れていくから、パパさ、反応していって。オッケー。ローパーは得意だよ。ガチで。なになに、パパまで言い訳させるの？何この企画。なんか今日パパさ、髪の毛すっきってすっきりしたからさ、このキノコの山のチョコの絵じゃなかった。俺はなんか似てない。これが、うん、似てない、ちょっとパパに。これ似てない、めっちゃ似てるんだけど。パパっぽい。パパに似てる、なんか肌の色もパパに似てる。何この企画。はい、じゃあ行きます。え、パパが考えたじゃん。でもさ、久しぶりにさ、俺こっち側立ったかも。ね、私もそうだね。いいね、この角度。じゃあ行くよ。はい、スタート。パパ、どうした？これ。ん？ああ。なんで飽きたんの？これ食べたのよ。なんで？チョコ抜いちゃった。え？お腹減ってたから。みんなで食べようって言ってた。でも一時期とかあるじゃん。冷凍食品とかあるじゃん。え？冷凍食品あるよ。あれ、それ食べる？いや、あれ、ひめちゃんとおくんに食べてもらおうと思って。あれ、みんな食べたらいいじゃん。あれ、めっちゃあるよ。いや、あれだよ。パパ。カロリーちょっと取らなくてね、最近痩せてきたからさ。え、でもドリアあると。それ逆にさ、お菓子だったらさ、体に悪い。食べすぎたら、そう、体に悪いの。カロリーは取れるかもしれないけど、体に悪いカロリーの取り方だから。バナナとかあったじゃん、うん、そう、バナナ食べていけばよかったのに。そう、フルーツとか桃とか栄養もさ、カロリーも取れるじゃん、バナナ。うん、そうだね。
やけどコロナ昔だったらパッと薬だよ、うん、そう、それぐらい体にいいって言われてる。フルーツ薬だよ、うん、贅沢品だよ。そうだよフルーツ、うん、絶対ずつとるでしょ。2対1になってないか。しかもさ、うん、朝オートミールオートミール、朝食はオートミール。バナナのイメージあるじゃん、うん、あれじゃん、あるじゃん。それ食べればよかったね。なんでそっち食べたの。みんなで一緒に食べようねって言ってたのに。いや、お腹減ってパパ帰ってきて。食べるな。今も食べてるじゃん。あれだよ、パパ痩せすぎたらね、大黒柱じゃんね、動けなくなったらさ、ひめちゃんとおくんが路頭に迷うかと思って、ひめちゃんとおくんのためにこのね、チョコ脱いじゃったを食べてあげていた。でもさ、本当にお腹減っていたらさ、うん、財布持って行ってコンビニで弁当。その時間がなかったね、忙しいから。もうだったらパパさ、それデリバリー。痩せたらさ、やばいって言ったじゃんパパ今、うん、痩せる。逆に太りすぎてもさ、やばいじゃん、動きなくなるじゃん。それでさ、それによって太りすぎたことによって寿命が縮んで、パパ長生きできなくなって、で死刑、大黒柱の鬼長生きできなくなって、やばい、家庭がやばい、バーってなっちゃうじゃん、で死刑。いや死刑。お腹減ってたのよ。でもお腹減ってたのさ、食べればよかったじゃん、冷凍食品。ごめん、なんだかんだ言ってさ、ごめん、キノコのさ、山しかさ、ないわけじゃないじゃん。ごめん。そうだってさ、お米とかさ、あったかもしれないしさ、お写真とかもいっぱいあるし、人間って本当にごめん、お腹空いてる、お湯注いだらすぐできる。そう、お梅干し丸ごと食べないと。分かった、もうちゃんとしっかりと大人として謝罪するわ。でも嫌な予感しかない。もう分かった、もう分かった、はい、この度はチョコ抜いちゃったを食べてしまい大変申し訳ございませんでした。俺も結構下手だな。ひめちゃんめっちゃうまい。ちょ、こっち来てよ、2人とも。じゃあもう今回勝者はひめちゃんということで OK ですか、みんな。2位はどっち、パパとオーケー。パパじゃない、俺パパ。パパ何が良かった、みんなのために食べないとって。ちょっと意味わかんなかったけど、みんなのために栄養カロリーが大切だから。そうだよ、オー君ゲームしてたもんね。20分待ってって、20分経過とかパパ言ったもんね。そう、オー君さ、うん、俺食べてないよって嘘ついてたけど。言った言った、食べてない。あ、あー、アイスないの食べたよね。うん、棒のチョコプチプチついたやつ、うん、食べたよね。食った。2個食った。いや、1個食った。これはガチ、これはガチ、マジ。おい、本当に本当に私ね、2本かかったね。じゃあ、じゃあ、なんで2本ないんだよ、6本入りのやつ。え、なんかチョコの、なんかピーナッツ入りの、なんかザクみたいな、うん、俺、1本食ったよ、今日。俺とひめちゃんも1本食ったよ、その後、うん、私、今日初めてパパと一緒に食べたの、アイス。ちょ、待て、ちょ、待て、アイスがあったこと自体知らなかったよ。カメラマンさんじゃない、存在自体知らなかったよ。カメラマンさんさ、強盗したんじゃない。これ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 、でもこれさ、これ1個なくなってたんだよ。パパが前に、ほんと、うん、前に動画で言ってたじゃん、パパの好きなアイスって。これこれこれよ。あー、クランこれよ、クランチチョコ、なんていうんだこれ、食べるわ、クランチチョコバリ、チョコバリ、これめっちゃ美味しいの、食感いいよね。うん、ね、これが今ね、6本入りなんですけど、パパとひめちゃん見た時は4本だったのよ。あ、これは1本食べたよね、その前に5本だったの。うん、じゃパパさ、記憶にない。いや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 、食べて、マジで食べてない。え、ガチ、俺も食ったみたいな。本当に今日パパと初めて食べたし、このそのさ、初めてパパと食べた時知らんのよ。ひめちゃんは本当だと思う。パパも冷蔵庫さ、開けてて、うん、これ買ったことすら忘れててさ、うん、あ、これ買ってたんだって。そしたら4本だった。冷凍庫見てないもん。で、オー君食べる前は5本だったんでしょ。私、冷蔵庫の方見たもん、ヤクルトセブンのために。だから、その秘密の1個を意味わかんない。誰じゃあ、ユミ。いや、それはないはず。オー君が開けた時は、オー君開いてた、これ開いてた。オー君が開けた。いや、開いてた。じゃあ、不良品じゃないじゃん。いや、ね、違う。ゴミ箱に、そのビリビリなんかあるじゃん、開けるの、うんうん、あれ、一番
あ、上のこのファーストアタックのビリビリ、あのね、ゴミ袋の一番上にポンって乗ってた、はい、このビリビリか。で、夜中多分食べてたの、誰か。初めて見た。食べるわ。初めて見た、ガチで。なんで食べ、パパ今日4目じゃん、しかも。いや、体重が俺はあるから。しかもさ、さっきさ、アイスクリームタワーのさ、あのミステリーで撮影したからさ、3本目じゃん、奥も。あ、やばい、2本目じゃん。いや、体重があ、違う？ん？ 2 本目？うん、まあ、もう1箱ね、買ってますよ。買ってますよ。いいじゃん。あ、あ、あ、食欲になった？あー、あー、やだ、ここ座りたくない。でも奥も大概やばいよ。これをね、私どこに行ってもやばいから、私これこうするじゃん。ね、なんか大概にせーよ。やばー、よく似たね、パパに。じゃあね、この後ちょっと休憩したら、あの、論破大会しましょう。論破王、ひろゆき。真のひろゆきさんは誰だ？誰？それって？あなたの感想ですよね。それって？あなたの感想ですよ。なんかそういう家にあるんですか？ベーシックインカム、正解。ではテーマを決めて、論破大会やりましょう。みんなで討論。あ、討論何気にさ、見たりさ、やったりするの結構好きなんだよね。やりましょう。では今回の動画は、言い訳上手は姫ちゃんということで、はい、決定です。やったー。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。なんか、50円。はぁー、行きましょう。これも買えない。うまい棒、4本ね、5本買えないもんね、今。アイスとかお菓子のゴミとかちゃんと捨てて偉いです。うん、偉いです。あ、ちょっと待って、なんかさ、ずっと思ってたの今日さ、今日、うん、パパおでこめっちゃ光ってない？おでこ？テカテカじゃない？なんかね、おでこが油っぽいとかじゃなくて、触ってみて、テカテカじゃないはずだぞ。うん、そういうことじゃなくて、油っぽいとかじゃなくて、多分、3、4時間前ぐらいに、うん、あの、頭洗ったから、うん、匂ってみて、匂ってみて、お腹じゃなくて、あの、ああ、いい香りするっしょ。うん、いい香りする。え、なに？めっちゃ今日光ってるなって。油デブ？あ、多分ね、今日さ、はオールバックっていうかさ、おでこ全部出てるからかな。ドフオールバック。ハゲてきたんじゃないか。ちょっとねって。パパ、ハゲ疑惑の巻。ただおでこハゲてな。今日めっちゃ綺麗。ここからハゲるからだ、パパ。パパ肌綺麗だね。本当。羨ましい。俺は？その年でさ、それだったらめっちゃ綺麗だと思う。俺は？ね、俺は？来年84歳だから。よし、じゃあな、みんな。私と多くの年齢的にそれは違くない？離れすぎでは？今回のパパ子は、ここにいたわよ。みんな、わかったかしら？